ガリーナイワーノブナウストボーリスカヤは、ペトログラードに生まれた現代音楽の作曲家である。レニングラード音楽院並びに、同音楽院研究家で、ドミートリー・ショスタコービチに指示。1947年から1977年まで、レニングラード音楽学校で作曲を教えた。卒業後もショスタコービチに、個人指導を受け、この恩師と恋愛関係にあったと言われるほど濃密な、 関係を結んだにもかかわらず、作曲様式において、ショスタコービチの影響は、微塵も感じさせない。1950年以降、非打境的なモダニストとしての道を歩み、社会主義リアリズムにつながる、愛国主義的な安易な作風を取らず、神秘主義的な思考性のためもあって、ソ連時代には日の目を見なかった。ペレストロイカとその後のソビート連邦の崩壊に、伴い、 いくつかのピアノ曲や室内楽曲が演奏、録音されるようになり、現在、ショスタコービチの門弟では、演奏回数のかなり高い作曲家の一人になりつつ、あるが、ロシア国内では製品に甘んじていると言われていた。2006年12月、故郷サンクトペテルブルクで逝居。87歳。作品は、数少なく、ソ連時代の 公式的な作品を除くと、特徴的な作品は、以下の21曲しかない。夫、コンスタンチンバグレニンマイナス作曲家、ラテンモジテンシャレーガリーナワーノブナウストボーリスカヤ。ありがとうございます。